サンテックベイクドドーナツベーカー。誰でも簡単、サンテックのベイクドドーナツベーカーを使用したベイクドドーナツの作り方を紹介します。あらかじめベイクドドーナツベーカーの温度調節つまみを 4.5 から5に合わせ予熱します。この間に生地を作ります。ミックス粉を配合通りに溶きます。弊社取扱いのものでも他社製のものでも調理可能です。ベイクドドーナツベーカーが温まったら生地を絞り器で絞り入れ、蓋を閉めます。タイマーを4分30秒に合わせます。タイマーが鳴ったら蓋を開け取り出します。はい、出来上がり。お店のスタイルに合わせて様々なバリエーションをご提供ください。商品の詳細については弊社ホームページをぜひご覧ください。